馬乳橋は神奈川県平塚市の相模川に架かる道路橋である。国道1号が相模川を渡るところにあり、北側には馬乳ふれあい公園、南側には東海道本線の馬乳線橋梁がある。日本百名橋、神奈川の橋百線に選定されている。相模川は東海道の難所として知られ、平安時代は浮橋で渡っていた。鎌倉時代、 源頼朝が橋の落成式の出席後に落馬し、翌月に亡くなった。旧相模川橋脚の位置は、現在の馬乳橋の位置より東に 2km ほどずれているが、元橋の名称や地名としての馬乳の由来は、この逸話にちなんでいる。江戸時代の相模川は、現在の馬乳橋付近に橋はなく、都然による往来が行われていた。近代橋としては1878年に、 初代の木桁橋が仮設され、1911年に2代目の公共に掛け替えられた。1922年に再び掛け替えられることとなったが、掛け替え工事中の1923年に、関東大震災により被災、完成状態だった株高が崩壊した。この崩壊した橋の代わりに、陸軍第16師団及び陸軍第15師団が、 橋梁をかけ直しこれが三代目橋梁となる。発の西岸南側に陸軍第16師団を叩えた記念碑が混流されている。その後、三代目橋梁は老朽化と福音の不足を理由として掛け替えが行われることとなり、四代目橋梁が三代目橋梁の南側に並行して建設された。1 9八十年四月共鳴を開始。馬乳橋の掛け替え事業と、 並行して馬乳川の高岸整備も行われたため、四代目、橋梁は三代目橋梁より橋長が約80メートル短くなっている。1990年には神奈川の橋百選に選定され、1998年には日本百名橋にも選定されている。上川橋湘南銀河大橋馬乳橋、馬乳橋東海道本線馬乳線橋梁、湘南大橋から河口、 関東大地震、侵害調査報告掲載写真第3巻協了。ありがとうございます。